ようまえら、俺様たちともとやくボーボーもらえてますね。2021年6月30日です。はい。今日で6月は終わりなので、今日が終わったら6月のカレンダーボーボーしましょう。昨日ね、庶民の味方スーパーで買ってきても、昨日だいぶ飲んじゃったからほとんどないんですけど、これです。カフェインゼロ。このなんか山崎ナビスコみたいなね、この形のマークが地盤にあるのです。山崎ナビスコとは関係ありません。夜間の麦茶だそうですね。香ばしいって書いてあります。昔さ、忍たま乱太郎でさ、なんか夜間訓練があるみたいなことやってて、なんか夜間の訓練ってなんだろうなと思って、その時俺様ね、なんか幼稚園生ぐらいだったからね、夜間の意味が分かんなかったからね、普通の夜間だと思ってましたね。でもこの麦茶はね、夜に飲む麦茶って意味じゃなくて、あれです。あれですよ、夜間じゃない、夜間の方ですね。はい、それでは口を開けて、麦茶の味がしますね。それでは、さよなら。ボーボー。これ、地盤の色。これ、ウィスパイルもしくはコマスわさびのメルのパスタ。はい、21時16分、帰宅しました。今日もね、庶民の味方スーパーと同じやつです。昨日と同じ。夜間の香ばしい麦茶です。これね、売ってた中で一番安かったんですよ。どこのメーカーなのかなと思ったんですけど、普通にちゃんとコカ・コーラですね。はい、それでは口を開けて、麦茶の味がします。それでは、はい、ビッグボーイでもらったね、なんかスクラッチのやつ、どうせこう外れだからボーボー気にしようと思ってたんですけど、一応ねダメ元でこすったらゴールドリボン賞でした。ボンボンプリンがね、ゴールドリボン賞ってなんか丸を持ってます。ドリンクバー無料だそうですね。これは使えるんでね、使おうと思います。ボー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 